はい、今回ですね、愛知県の老舗キャンピングカービルダーレクビーさんが製造販売しておりますカントリークラブスーペリアエアコン仕様、こちらですね、ご紹介していきたいと思います。はい、このねカントリークラブというレイアウトは和モダンをですねモチーフにしたキャンピングカーになるんですけどもね、このエアコン仕様、まあ読んで字のごとくなんですけど、こちらにですね家庭用エアコンが搭載されているんですよ。そしてですね、これを動かすですね電装品関係も強化されておりまして、リチウムイオンバッテリーがですね標準装備になります。このエアコンに関しては新設計されたですね新しいタイプのエアコンになりますので、動画の方もですねぜひ最後までご覧いただければなと思います。ちなみにこのチャンネルではキャンピングカーやキャンピングトレーラー、いろんな種類をご紹介しておりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではカントリークラブスーペリアエアコン仕様の外装からご紹介します。ベース車両はトヨタハイエーススーパーロングキャンパー特装車、ボディカラーはホワイトパールに次ぐ人気カラーベージュメタリックです。このカントリークラブは後部の仕切られた防水マルチルームが特徴的です。また車両最後部左側にはオプションなんですけども、床下の排水タンクが装備されております。このバルブを開けることによって排水をすることが可能です。そしてエアコンの室外機に関してはスペアタイヤを取り外して改造されて取り付けられております。動画を見るとこの室外機が低めにあるんですけども、実際に寸法を測ってみたいと思います。水平のところに車両を止めて測ってみたんですけども、約23センチありました。同じ車両ではないんですけども、同じレクビーのトップセールの床下を測ってみたんですけども、スペアタイヤのホルダーの一番低いところで約22センチありました。さほど大きな差はなかったですね。実際にこの防水シャワールームに入ってみました。バンコンタイプの中ではトップクラスにこのシャワールーム、マルチルームは広いんですけども、このような感じでポータブルトイレを置いてトイレルームとして使うことも可能です。オプションの防水設備を搭載することによって、このシャワールームで実際にシャワーも浴びることが可能です。またレクビー車の車両に関してはこのようにポータブル電源の入力口があります。これはポータブル電源の出力口を接続することによって、車内でポータブル電源から出た 100V を使うことが可能です。またこちらはオプションの外部収納庫、生ゴミなんかをしまっておくことが可能です。長期の旅に関しては重宝しそうなアイテムですよね。ワンちゃん飼ってる方も使えそうですよね。続いて車両最後部右側には外部電源の取り入れ口があります。こちらに専用コードを差し込んで 100V コンセントに入れると、外部充電でサブバッテリーを充電することが可能です。またルーフにはこちらは標準なんですけども 250W のソーラーパネルが装備されております。それではカントリークラブスーペリアエアコン仕様の室内をご紹介していきます。室内カラーは和モダンをモチーフにしておりますので、シックで落ち着いた雰囲気があります。随所に和を感じさせるデザインがありますよね。家具色やシートカラーも大人の雰囲気があります。和モダンテイストの室内に家庭用エアコンやリチウムイオンバッテリーといった最新技術が搭載されたカントリークラブエアコン仕様、室内をご紹介していきます。はい、それではカントリークラブのですね室内をご紹介します。まずこのねエントランス、スライドドア入りますと、左手側にですねギャレー設備がありますので、こちらをねご紹介していきたいと思います。はい、ギャレー設備のですねこちらの方にはメインスイッチがありますので、車両のですね電装品関係を使う場合は必ずねこのメインスイッチを入れます。そしてその横なんですけども、これ 13.2V というところでね、サブバッテリーの電圧計になるんですけども、今電圧もね確認することができますし、 USB のねポートだとか 12V のシガーソケットがありますので、電源関係をねこちらから取ることができます。そしてこちらにありますのは 1500W のですねインバーターのスイッチ、そしてこれはですね1、2とあるんですけども、照明のスイッチです。この1のスイッチを押しますと、
はい、1のスイッチはですね、こちらの間接照明のですねスイッチを入り切りねできますし、長押しをするとですね調光することができます。そしてこの2のですねボタンを押しますと、はい、こちら側のですね右側の照明をですね入り切りすることができます。はい、レクビーさんオリジナルのですねこの瀬戸物のですねあのシンクがあります。そしてね水をね使うことができますので、ここでね手洗いだとかね洗い物をすることができます。で、使う水はと言いますと、このね下に入ってるんですけども、こちらを開けますとですね、はい、給水タンクと排水タンク、給水タンクに水を溜めておいて、まあ、ポンプでね汲み上げてここで水を使って、使い終わった水に関してはこの排水タンクにね流れ落ちるという仕組みになっております。はい、そしてねこちらの方にはねちょっとした物が置けるねスペースもありますし、このねスライドシャッターを開けますとですね、まあ、シューズボックスのような感じでね、物を収納することが、ね、できますし、靴もね、置くことができるんじゃないかなと思います。はい、そしてね、このシンクの横に関しては、こうね、調理台のスペースがあって、これね、跳ね上げができるので、このような感じでね、そうすると、運転席の方にもね、こう行くことができますね。で、同時にね、つけることをお勧めするんですけども、ここね、フラットボードがありますので、こうしてあげると、ここからちょっとね、身をかがめるような感じになるかと思うんですけど、運転席、助手席の方にね、キャビン側から進むこともね、できます。はい、そしてね、こちらのね、あの、通路、まあ、通路じゃないですけどね、ここの下に関しては、はい、電子レンジがあります。電子レンジもですね、このような感じで、ちょっとね、位置は下目なんですけども、まあ、キッチンスペースのところにですね、電子レンジをね、このように装備することもできます。そしてこの一番下もね、収納スペースなんですけど、ちょっとしたね、小物なんかこういうね、収納できるんじゃないかなと思います。はい、そしてこのね、右側をね、ご紹介していきたいと思います。はい、シンクのですね、右側、まあ、ちょうど運転席の後ろになるんですけども、こちらね、冷蔵庫があります。冷蔵庫をね、開けると、このような感じで、こっち見だけな、こっち見だけで履くこともできますので、まあ、冷蔵スペース、あと、冷凍スペース、まあ、少し小さめなんですけどね、こういう冷蔵庫がありますので、まあ、キッチンのね、このキッチンスペースをね、ここにしたときに、まあ、食材を出したりだとか、こっちダイネットに座ってるときに、まあ、飲み物を出したりとかね、そういうことができるんじゃないかなと思います。そして、こちらの、19インチの、ね、テレビがありますので、こちらも、ね、ご紹介していきたいと思います。はい、この、ね、テレビに関してはアームがついてますので、ロックを解除するとこっち側に、ね、こう出すこともできるので、調理しながらテレビを、ね、見ることもできるし、後ろにです、ね、これ向けることができますので、はい、こうしてあげるとですね、ダイネットスペースに座っている方もですね、テレビをね、見ることができます。このような感じでテレビの、ね、方向も結構ね、自由度が高いかと思うんですけど、こっち側にしたりだとかね、後方にしたりだとかっていうこともね、できます。はい、そしてね、そのテレビの上に関してはこうね、小物をね、収納できるようなこういうスペースもね、あります。結構高さが、まあ、奥行きはそんなないんですけどもね、まあ、小物関係をね、収納することがね、できます。そしてこのね、運転席と助手席の上に関してはですね、これオーバーヘッドシェルフなんですけども、これね、結構重宝してするものなんですけど、まあこれベッドではないんですよ。まあ、人が寝るスペースはないんですけども、奥行きね、結構1メーター20ぐらいあるかな。で、横幅もね、車の幅目いっぱいぐらいの幅がありますので、まあ、高さこそね、まあ、このぐらいしかないですけど、あの、寝具関係だとかね、着替えなんかも収納できますので、結構ね、これ、レクビーさんの車乗ってる方はね、これ重宝してるらしいんですけども、なかなかね、これデッドスペースをね、うまくね、利用してるんじゃないかなと思います。で、ちょうどね、ここにはエアコンのね、ユニットがあるんですけども、これ一段下げた状態でスペースを確保してますので、これなかなかね、いいスペースですよね。で、こちらのね、ところにはそのずらしたエアコンユニットがね、ありますし、まあ、リアスピーカー、両サイドリアスピーカーあって、まあ、FF ヒーターのスイッチがこちらにありますので、スイッチ関係はね、この辺だとか、この辺で、あの、簡単にね、操作、まあ、大体のものを操作ここでできますので、これなかなかね、あの、いいスペースなんじゃないかなと思います。はい、それでね、ダイネットスペースをご紹介します。ダイネットスペースをね、この大きなですね、横向きのソファーと、こちら側。はい、こっちはですね、短座のシートが1人分、そして後ろに2人分ありますので、まあ、テーブルがありますので、ここに、まあ、1人座って、こちらにも1人を座ってね、ここには3人ぐらいが座りますので、まあ、3、4人の方がですね、ゆったりくつぐれるのこういうね、スペースもあります。はい。で、このね、シートに関して今、後ろ向きじゃないですか。で、これ実はですね、前向きに変更することもできますので、ちょっとやってみたいと思います。はい。このね、シートに関してはちょっと分かりやすいように、このね、肘置きをね、外すこともできるんで、は
はい、このような感じで外すことができます。そしてこのねシートに関してはここにですねレバーがあって、これを起こすとですねこう座面だった部分がこう背もたれにね変わるんですよね。そしてこのね今背もたれの部分にこれヘッドレストがついてますから、これをスポッと外してこっち側にですね付け替えます。そして今背もたれだったところをこっち側に倒すと前向きに、ね、なるんですよ。ここにですねレバーがありますので、このレバーを操作するとこのシートを前にですねスライド、前後にスライドこうさせることができまして、このようにして背もたれをねこう調整してあげると前向きシートに、ね、なりました。先ほど取り外した肘置きもねこのようにセットできますので、こうするとですね完全に前向きになりますよね。実際にですね座ってみるんですけども、こんな感じで、あ、結構ギリギリでしたね。こんな感じで座ることもできますので、運転席、助手席以外の方もね、ここにサードシートに座ってる方も、あ、セカンドシートか、セカンドシートに座ってる方も こんな感じでねリラックスして座ることが可能です。そして後ろ側のねシートも座ってみるんですけど、結構頭これエアコンなんですけど結構ギリギリですね。こうするとねこう背筋の場所で頭当たっちゃうんですけども、まあ大人の方でもね結構ね座れるぐらいのスペースがねあるかと思うんですけど、背の高い方はねちょっと頭ねぶつける機関性がありますので、あのちょっとね高さねどのぐらいか測ってみたいと思います。はい、よくねこれ170センチぐらいの人大丈夫と思いますとこで話をするんですけど、実際のねこれ寸法を測ってみるんですけど、ちょうどねこれエアコンのね、室内機なんですけど、この高さがね88センチぐらいありますね。ですのでまあ明確ですね88センチありますので、まあ座高がですね88センチ以下の方だったらまあ問題なくねここ座れるねスペースがあります。はい、実際にですねこの横向きシートに座ってみました。これ結構広いですよね。上にですね遮るものはありませんので、天井の方での高さも結構あるし、なんたってこの広さがありますので、私がね一人座ってもこう2人座ってもですね、そして3人座ってもですね余裕でね座ることができますので、まあこの向かい合わせのシートで2人で、ここでですね3人座れるか、計5人はですね結構くつろいでねこのダイナミックスペースにね座ることがねできるんじゃないかなと思います。はい、そしてねこの横向きのシートは実は2段ベッドなんですよね。でこれねちょっと展開がいろいろありますので、実際ねやってみたいと思います。はい、このね背もたれの部分をこう持ち上げることがねこうできるんですよ。こんな感じで、でそうしてあげて、ここにですね受けがありますので、この受けをね下げます。こっちとこっちをね下げるとこんな感じで、こういうふうな感じでベッドにすることもできるし、これをもう少しこう跳ね上げて、ここでロックをねかけてあげるとこのような感じでね跳ね上げ、まあちょっとね低くなるかもしれないんですけど、跳ね上げすることもねできるんですよ。はい、こんな感じですね2段ベッドを作ることが可能になりました。ですので2人で使われる方もね、実はこっちのダイネットスペースはね座る場所とね寝る場所っていう風にね、お二人使いだったらですね使い分けがねこれできそうですよね。で実際にこのね2段ベッドもそうなんですけど、こっちのですねシートもベッド展開することができますので、実際にですねやってみたいと思います。はい、まずねこのサードシートをねあのベッド展開ねしていきたいと思います。はい、まずね先ほど同様ねこのね肘掛けのですねこのマットを取り外します。こんな感じでね、そしてこのね背もたれのねマットもこのファスナーがついてるファスナーをね外してあげると、このように感じで分離することがね可能です。でこのシート、このマット実はですねここにもつけることができますし、ここにねはいこんな感じですることもできますので、こんな感じでね展開もねすることが可能です。はい、そしてねこの真ん中のテーブル、実はね取り外さなくてもベッド展開ができるんですよね。これどうするかというと、これねもう跳ね上げます。こんな感じで、そしてこのですねテーブルの足に関してはこういうふうに畳むことができます。そしてこのぐーっと上げていくとね、ちょうどこのね缶抜きのロックが
ここにですね入るんですけど、そうするとはい、上げた状態をですねこのような感じで使うことができるんですよ。そして先ほどねこれ前向きにしたこのシート、これもねベッド展開すると、はい、先ほど同様ねこの肘掛けのですねマットを取り外します。そしてこのねシート、これをこう着てこっち側に倒します。そしてですねこのシート自体を後方にスライドさせます。こんな感じで、でこのですね背もたれをねこっち側に倒します。このヘッドレスは取ってもいいんですけど、こういうふうに倒します。はい、でここのスペースはね開くんですよ。でここに入るマットがちゃんとねあります。はい、それがねこれなんですけど、これをねここにちょうどカポッとねはまるんですよ。はい、先ほど、ね、取り外したこのマットをですねこの通路の真ん中の空いてるところにはめます。そしてこの真ん中中腹のところはねこの真ん中のマットが、これ実はこの切り欠き、これ少しちょっと削れてるんですけど、後でこれご紹介するんですけど、ここをね真ん中ここにですね、ここにセットします。そしてこちらにですねこの肘置きの板で外したね板をここにこうはめます。ここの部分が実は開くんですけど、ここにはまるマットもちゃんとありますのでご紹介します。はい、これなんですよね。でこれがねちょうどちゃんとこれ足がついてますので、この足を展開してここにですねこうはまると長方形のですねマットが出来上がるんですよね。まあヘッドレストはこれね取り外してもいいんですけど、こうするとですね大きなベッドがね出来上がります。はい、このような感じな大きなですねベッドが出来上がりましたので、実際ねどのぐらいのスペースがあるか寝てみたいと思います。はい、まずねこの真ん中ら辺にこう座ってみたんですけど、高さね十分あるし横幅も結構広いですから、なかなかね広いスペースのベッドスペースです。で実際はどっちかな、まあ多分こっち側に頭にすると思うんですけど、はい、こんな感じで実際ね寝てみるんですけども、あ、十分な広さありますよね。で真ん中もこんな感じ、あ、余裕ですね。そして一番端がねちょっとこの壁面があるので、ね、狭いかもしれないんですけども、まあ、こういう感じでねちょっとやっぱり寸法ね低いんですけど狭いんですけども、ここでですね大人の方川の字で3人ぐらいはね寝れるベッドスペースがあります。で一応なんですけど、これ横にもね寝てみるんですけど、170ぐらいしかないから、ちょっとねやっぱこんな感じ、まあ、斜めにね寝れば寝れることもないんですけども、まあこのベッドはねここにこう3人川の字でね寝れるベッドスペース結構広いです。広いスペースがあります。そして実際ねこの2段ベッドにもね寝てみたいと思います。こんな感じで展開すると2段ベッドが出来上がりました。そしてこのね上に乗ってみます。こんな感じで、あ、まあ寸法がちょっとねあれかもしれないんですけど、まあ大人の方でもね寝れそうな2段ベッドでもありますし、耐荷重もしっかりしてるので結構ね頑丈な2段ベッドになってます。落下防止のねバーもこのように取り付けることもできますので、お子さんがね上に寝たとしてもこう落下する心配もね少ないんじゃないかなと思います。はい、そして、ね、先ほどこのマットだけね少し切り欠きが入ってますよってお話をしたんですけど、ここの部分ねこれ何のなって反面あるかと言いますと、このテーブルね実はこれを解除してこう展開するんですよ。でここにですねさっきのこの切り込みが入ったマットをはめ込んであげると、こんな感じでテーブルを、ね、展開できるんですよ。ですのであのベッド状態にしたとしてもテーブルを出すことができますので、例えばね、まあ、お座敷スタイルでここでねあの食事を取ったりだとか、あとこうね携帯だとか飲み物を置いてねリラックスした状態でテレビを見たりとかねそういうことができますので、これなかなかいいアイデアですよね。ベッド状態にしてもこのテーブルができると。でそのためにはちゃんとねこの切り欠きがこのマットにこのような感じで入ってますので、このね足をねかわすことができるんです。これ考えられてますよね、こんな感じでね
結構ねこれ私の結構好きなポイントなんですけど、こういう感じでねくつろぐスペースとして使うことが可能です。はい、そしてねこのダイネットスペースの上、こちらにですねダイキンの家庭用エアコン、これですよ、これエアコンがついてるんですよ。これね家具の色に合わせた感じでね、そしてね出っ張りもねこんな感じでね少なくてすごくすっきりね収まってるんですよ。ここにねパッと言われなければエアコンついてるってわからないぐらいのレベルのですね馴染み用なんですけど、まあこのエアコンのね横に関してはこういう収納スペースもあります、物もね入れることもできるんですけど、まあエアコンをつけたことによってね従来ここにはね吊り棚があるんですけどそれもなくなってしまうんですけど、エアコンをね選択する、要はエアコン仕様にされるとこのような感じでね家具に溶け込むねこの素敵なデザインのですね、そしてこの綺麗な収まりよう、これかなりですねおしゃれと言いますか洗練された雰囲気ですよね。これがあることによってこれからねまあ夏も猛暑になるとは思うんですけど、まあここね北海道もね結構ねこういうエアコンのですね普及率が少しずつ上がってきました。でワンちゃん飼ってる方だとかねそういう方はですねこのエアコンがもう必需品だと思いますので、ぜひですねカントリークラブを選択される時はこのエアコン仕様にねしてみてはいかがでしょうか。かなりですねおしゃれでそして洗練されたですね感じでエアコンが取り付けられております。はい、そして、ね、この2段ベッドの1段目の下に関しては収納スペースがあるんですけども、こちらね開けてみます。室内側からもねこちらもこのような感じでね開けることもできるし、フリールームの方からねこっち側ねアクセスして長物なんかを収納することもできるんです。結構ねスペースもありますのでなかなかね物もたくさん収納できるんじゃないかなと思います。そしてここ、これね実はこのバーね外せるんです。こんな感じで、そうしてこのね板をねこうするとですね、はい、こんな感じでちょっとね FF ヒーターが奥にあって、まあ、ブレーカーだとかねソーラーの充電器だとか、電装品関係この中に入ってるんですよ。あと 100V の、ね、充電器も入ってますし、まあ、ソーラーの、ね、コントローラーとベバスの、ね、FF ヒーター、まあ、電装品関係この中に収まっております。そしてバッテリーはと言いますと、はい、これね運転席のちょうど後ろにあるんですけど、こちらにですね実は 1500W のインバーターとこのね箱の下の中に、はい、リチウムイオンバッテリーとねこれ充電走行充電器かなんか入っております。この感じでね、エアコン仕様に関してはこのリチウムイオンバッテリーがですね標準装備になりまして、このねリチウムイオンバッテリーは運転席のちょうど後ろにね装備されております。はい、そしてねこのダイネットスペースを抜けるとこの専用ですねドアをね開けます。そうするとですね後部のマルチルームにですねアクセスすることができます。これ防水性のですね、部屋になってるんですけども、このような感じでカセットトイレをね置くこともできますし、こちらね入ってみますと、はい、で助手席側に関してはねこのシンクがねまあギャレと言いますかシンクがあるんですよ。で照明もありますしね、でここでですね、はい、丸型のシンクがありますから洗い物だとかもできますし、これね引っ張るとこんな感じで伸びてくるんですよ。でここをねシャワールームとして使うこともできます。その時にはこうねカーテンをねこうかけていただいて、ここがですねシャワールームになるんですけども、これはですねオプションなんですけど、これ温水システムというのを使っております。でこの温水システムに関してはラジエーターをですね使って温められたお湯をですね回ることによって、このねタンクに溜めた水をお湯に変換して、ここでですねシャワーを浴びることができるんですよね。ここにもねこうシンクがタンクがあって、この中にね水を入れてですねこう循環させて、でだん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 お湯を作るというねシステムになってるんですよ。でこんな感じで、まあ、オプションでですね温水設備を作ることによって、ここでですねシャワーを浴びることもね可能になります。はい、そしてねこちらもねこういうポータブルトイレに置くこともできるので、まあ、シャワールーム兼トイレルームとして、ね、使うこともできるんですよ。で先ほどねご紹介したこのベッド下の収納に関しても、ここからねアクセスすることもできますので、こういうね長物なんかをここに収納することもできるし、ここのスペースはこういうトイレシャワールーム兼、まあ、収納スペースとして、ね、使うこともねできるんじゃないかなと思います。
はい、そしてねこの上にはですねこれ照明がついたこれ換気のねファンがあるんですよ。これをねこう持ち上げると蓋が開いてですねあの換気ができるんです。そしてね、はい、そしてねこれをね照明のねスイッチなんですけど、ここにあるボタンを押すとあファンがね回りますので、あのトイレルームでねよくコメントいただくんですけど、これトイレルームにするんだったら換気どうするのって話をよくされるんですけど、さすがリグビーさんはねこういうトイレルームにしたとしてもこういうですね換気のね換気扇をつけることもね可能です。はい、今回はですね愛知県のリグビーさんが製造販売しておりますカントリークラブスーペリアエアコン仕様いかがだったでしょうか。まずこのねカントリークラブというレイアウトは、まあ、和モダンをモチーフにしておりまして、まあ、ご夫婦お二人でも使いやすいですし、まあ、ご家族ですね4人でも使えるレイアウトなんですよね。そして今回のこのねエアコン仕様、これねエアコンがねついてるだけじゃないんです、まあ、スタイリッシュなエアコンがついてるんですけど、実はですねこれを動かすためにサブバッテリーもですねリチウムイオンバッテリーになってるんですよね。ここね北海道も今エアコンの普及率がじわじわと上がってきてはいるんですけど、まあ本州だとかね暑い地域のお住まいの方は今ねキャンピングカーにエアコンついてないともうないでしょうっていうふうにねあのそういう風潮があるかもしれないんですけども、今ですねこのバンコンタイプについてもこういうね家庭用エアコンをですねつけるのが当たり前のね時代になってきてるんですよ。でまあそれをね動かすためにこのリチウムイオンバッテリーもね搭載しておりますので、今ですねバンコンタイプのキャンピングカーを検討されていて、まあもちろん家庭用エアコンね欲しいんだ、そしてこれを動かすために電力もねあの安心したものにしたいからリチウムイオンバッテリーが欲しい、そしてですねこちらにですねマルチルームがありますのでトイレルームもねとしても使える、こういうね部屋も欲しいなっていう風に思ってらっしゃる、まあ、ご夫婦お二人でも結構ですし、ご家族ね4人の方でもいいかと思うんですけども、今回のねこのカントリークラブスーペリアエアコン仕様ですねご検討材料の中に入れてみてはいかがでしょうか。非常におすすめです。この車両の詳細に関しては概要欄にはねあのリンクを貼っとくんですけども、レクビーさんですねホームページにねあの見ていただければなと思うんですけども、まあ、北海道に住んでる方に関してはですね、私が勤めておりますキャンピングレンタサービス工業はですね北海道の唯一のですねレクビーさんの販売代理店になりますので、北海道の方はですねキャンピングレンタサービス工業をねお問い合わせいただければなと思います。はい、今回はですね愛知県のレクビーさんが製造販売しておりますカントリークラブスーペリアエアコン仕様ですねご紹介しました。また少しでも参考になりましたら高評価の方と、今後もですねいろんなキャンピングカーをご紹介してまいりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。はい、今回もご視聴ありがとうございました。